はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ドラゴンボールやドクタースランプ、あられちゃん、あとあのドラッキュエのキャラデザですか、鳥山明さんが3月1日に永眠されていました。謹んでお悔やみ申し上げます。68歳だったそうであります。死因は急性硬膜下血腫、脳ですね。葬儀はすでに近親者のみで済ませて、お別れ会などは未定だそうであります。ネットの反応、世論です。マジかー。美人薄命、大物が次々と世界中に衝撃走る。計り知れない損失。志村けん以来の衝撃。マクロン大統領もコメント出すだろう。ガキの頃から見てるからかなりショックと。ドクタースランプあられちゃんは1話から読んでおりました。私当時13歳、週刊ジャンプ買っておりました。中1ですか、中2か中3の頃には少年ジャンプ買わなくなっちゃってですね、あられちゃん連載途中で読むの挫折しちゃったんですけども、だからあられちゃんも最後の方は分かんないんですけども、高校受験で勉強しないといけないこともありまして、中学校高学年はジャンプを買わなくなってしまった。ドラゴンボール開始が17歳、高校生ですね。私は部活で主に、吹奏楽部って拘束時間がすごい長いんですよ。吹奏楽部で忙しかったんで、まあそんなの読んでる場合じゃなく、ボール集めると願いが叶うぐらいは知ってる感じであります。誰がドラゴンボール集めて鳥山先生生き返らせてくんないかな。ドンピシャ世代の40代の方は大ショックでしょうね。中学から知ってるし、大御所感がすごいんで、68歳と知ってびっくり。若かったんだなぁ。20代前半から現役漫画家だったんですね。天才は違うよな。お別れ会は決まり次第お知らせしますだそうで、やらないわけではないみたいであります。世界中からドラゴンボールファンが訪れてですね、下手すと大混乱になりそうだな、あまりに多くて。岸田総理より断然知名度高いもんね。断然知名度高いもんね。今でも現役で書いてらしたそうで、国家的損失だよな、これな。やっぱり漫画書くって脳みそフル稼働で消耗激しいんですかね。なんか落語で短命じゃないや、長命っていうのはありますけれども、消耗激しいんだろうか。トルコ国籍のハスギュル・アッバス20歳が川口市のコンビニエンスストアの駐車場に停めた乗用車の中で都内に住む女子中学生に性的暴行をした疑いで逮捕。遊んでましたが暴行は知っていませんと容疑を否認。NHK 自称クルド人、他のメディア、すべてのメディア、トルコ国籍と報道。 NHK のみがですね、自称クルド人と報道しておりました。逮捕されたらトルコ国籍、難民ぶるときはクルド人、っていうわけですけれども、 NHK が裏切ったのがちょっと謎ですけどね。世論です。その中学生はどうしてクルド人と会おうと思ったのか。なんかネットで知り合って言葉巧みに誘い出されたのかなーっていう感じ。未成年はあれですよ、同意があってもダメっすかね。淫行条例ですか。中学生なんか全然ダメじゃん。たとえ同意があってもですね、子供をうまくダマグラがしたんだろうぐらいに見られてダメですかね。自由移民党のおかげです。これ淫行条例違反も含まれるし、ちょっと罪は重くなりますね。難民申請中にレイプとは、パヨ界隈が誘った JC が悪いとか言って騒ぎ出す。こういう時だけトルコ国籍、日本人死ねを的確にやってんな。通貨川口リスクやばすぎ、日本に居座るために何でもやる気だな。和田政宗なんか言えよ。6月から犯罪者は難民申請できないから強制送還できるぞと。逮捕されたらトルコ国籍、難民ぶるときはクルド人、我々は哀れな難民です、迫害されていますなんていうときはクルド人ね。今回 NHK が珍しくですね、自称クルド人って報道をいたしました。他は全滅ですけど、
6月から改正入管法が施行されですね、ほぼ全員違法滞在者の川口クルド、徐々に送還され、いずれいなくなるんだろうっていうのが確実なんで、味方すんのやめたのかな、味方すんの見切りつけてやめたのかな、日本で生まれた未成年者の保護者、在留資格狙いでですね、日本人女性を強姦してでも出産させようとすると予想していましたが、現実になったみたいですね、これね。コンビニ駐車場の車内で行ったので、雑で荒っぽいよ。なぁ、毛玉みたいなさ、女子中学生とはネットで知り合ったみたいなんですけど、やはりですね、教育がお花畑じゃないか、と、私思うんですよ。誰一人取り残さないであるとか、人類皆兄弟であるとか、人に優しくなんていうですね、甘っちょりお花畑教育がですね、無防備バカ作って良くないんじゃないかな。世の中にはですね、とんでもない悪い奴いるんだよって、現実を教えてもらいたいよなぁ、という話であります。とうとう女子中学生が、クルド人の毒ガニにかかってしまった、という大ニュースでありますね。日英伊共同開発戦闘機輸出でごねていた公明党が次の条件で折れた模様であります。次期戦闘機に限る、輸出できるのは、紛争当事国は除外する。与党の事前審査をパスした国に限る。世論です。カルトが偉そうに。軍家の足音が聞こえたんだろう。自民で連立解消が盛り上がって、腰砕け。ビビったんかね。AE が売ると決めたら同意せざるを得ないだろう。これ認めないと日本は外されるらしいし。小判ザメ政党のくせに偉そうに。自分だけ作ったものじゃないから秘密にできない。イギリス、イタリアは売りたくて作るんだろうから、日本が、売っちゃダメとか言うんだったら、じゃあ、日本産は、お引き取りくださいってなるわな、ロシア、中国が入手したらですね、徹底的にバラして調べそうなんで、論外として敵国であるし、紛争国には売れない。ウクライナには売れないですね。あと、台湾も微妙ですね。与党が事前審査、公明党が噛む余地、残してますね、これ。ここでなんだの、かんだの、けじつけて、妨害するようだったら、連立解消しろ、自民は。公明党が中国共産党の子分同然なのは、政教新聞、を中国人がしこたま買ってっからですよ。根拠はないけど、そうに違いない。買ってないって言うんだったら、河野太郎みたいに、私を訴えれば受けて立つから訴えろ。私にがね、政教新聞を中国人がいっぱい買ってるって言った名誉毀損とか言って、訴えればいいよ。売ってないって証明しなくちゃなんねえんだからさ、そっちはさ。岸田総理、建設業界に 5% 以上の賃上げを要請。新産経、給料が良く、休暇が取れ、希望が持てる産業に変えていかなければなりません。給料、休暇、希望です。新産経らしいんですけど、給料良くて、休暇が取れるんだったら、自然と希望は持てるんだから、希望いらないんじゃないかって、ちょっと思いますけど、公共工事ガンガン減らしたくせに、何言ってんだろうな。下請け、孫請け体系を丸ごと変えないと無理。会社のピンハネすぐすぎて、給料安いんだよ。つまり現状が、給料が悪く、休暇が取れず、希望が持てないということ。大手はできても一人親方までは絶対に浸透しないな。多重下請け中抜きを規制せよ。ピンハネで成り立てる業界だから無理だろう。これね、ピンハネ受けなきゃいいんだよ。その値段じゃ受けられません。で、単価上げていけばいいんだよ。んでね、本当にね、そんなんじゃやってらんねえよってなったら、やめればいい話でね、受けるの。まあ、何6次受けとかあるらしいですね。なんだか。ひひまご受けぐらいですか、やしゃご受けぐらいですか。バカ総理、新産経、うまいこと言ってやったぐらいには思ってんだろうけど、賃金上げてって言いながらね、特定技能制度で外国人労働者を大量に輸入しようとしているんだから、完全に矛盾してますよね、これ。完全に矛盾してますよね。労働力の供給が過剰だったら、単価上がんないですよね。日本人の賃金上昇の邪魔してんのは自民党ですよね。大手からしこたま献金もらってね、安く使える外国人が欲しいって要望ばっか聞いて、外国人の輸入に熱心なんだから矛盾してるよな。んで賃金上げてください。矛盾してるよな、これ。
総理官邸で開かれた、建設業界意見交換会での発言らしいんですけど、賃金上げたくない業界側はですね、もっと外国人増やしてって意見も出たんでしょうかね。多分出たんだと思うよ。その他のニュース、2008年から16年間にわたり、奈良県立美術館が、日本人は入場料400円、外国人はタダっていうですね、日本人差別を続けていたことが拡散し、伝突殺到。変えるつもりはありませんとは言いません。是正を検討いたします。検討するんだって。奈良県民の税金で運営してんだから、日本人無料、外国人有料が筋で、全くのギャグを今まで不思議とも思わずにね、やってたんですか、おかしいって思わなかったのお前ら。呆れちゃうよね、これね。日本人差別もいい加減にしろっつうの。伝突でおたおたすんのは、どこの役所も一緒ですね。もう何より伝突聞くね、これね。私もですね、豊島区役所始まって以来の伝突件数を2回更新しました。2回。1度目は、豊島区内のフェミ活動家から、ネットでヘイトスピーチを繰り返す靴沢議員を、議会が何とかしろ。っていう変な陳情を出された時。これまでの記録更新、伝突記録。2回目がですね、共産党とやり合って懲罰委員会にかけられた時に、フェミが出した陳情の記録を更新しました。またまた豊島区始まっている、言われた。議会事務局の皆様にはご迷惑おかけしました。その時、伝突してくださった皆様、誠に誠にありがとうございました。結果はあんまり両方とも変わんなかったんですけれども、伝突してくれてありがたいです。名倉陣は現地陣に紛れて、アンコールワットにタダで入れるか、観光客は有料、現地陣は無料、アンコールワット。これが世界の常識ですよね。ちなみに名倉は入れてました。現地人と思われて。つべに動画とかかもしれないんで、興味のある方は。コミュニケーションズ、サイコロジー、誌、雑誌ですね。学術誌に掲載された研究結果。ツイッター30分の使用で幸福度低下。怒りが増加。思考が先鋭化。他にですね、グループ、自分のグループの帰属意識が高まる。政治的変更が二極化する。濃くなっていくのかな。考えが違う人に対して攻撃性が高まる。だそうであります。なるほど。言われてみれば痛いほど実感ありますね。皆様もツイッターはほどほどに、毎日新聞、大津市と兵庫県の一部で、夕刊、休止、もう朝刊もやめちゃいます。政教新聞に部数抜かれて、久しいでしょ。竹橋の本社ビルも売っちゃったんじゃなかったっけ。売っちゃってね、ちょっと現金手にして、あと家賃、払いながら使わせてもらってんじゃない。それ電通の話だっけ。忘れちゃったな。毎日新聞、本当にね、やばいっすね。朝刊もやめちゃえば、無理しないでさ。TBS の株いっぱい持ってんじゃない。TBS は赤坂サカスとかの不動産事業で儲かってるらしいんで、そっちでいいんじゃねえの、いう話であります。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。